皆さんこんにちは、アスシーです。動画を制作していますか？どんな動画を制作していますか？今回は冒頭でお見せしたかっこよくておしゃれなマスクトランジションをみんなと一緒に簡単に学んでいきましょう。それではスタートです。2つのクリップを入れます。画面切り替えのきっかけとなる柱に、その後に続く映像を並べます。次にマスクをかける最初の部分のコマを探します。そこは柱から背景が少し見えたところです。キーボードを M ボタンでマーキングをします。柱が通り過ぎて消えたところでキーボードを M ボタンでマーキングをします。それぞれマーキングした箇所をキーボードを B ボタンでカットしていきます。こちらもキーボードを B ボタンでカットします。カットしてできたクリップを選択します。再生ボタンを押して動きを見てみます。ゆっくりだとかっこよくもおしゃれでもないので、スピードを2倍速にしてみましょう。いい感じになりました。クリップを選択して再生ヘッドを先頭に合わせます。右側にあるエフェクトからマスクを描画を選択し、クリップの中に入れます。コントロールポイントを追加するために、このままでは画面が大きいので画面を小さくします。こちらを選択します。柱の後ろの背景を隠すために4箇所ポイントを打ちます。マスクを描画の中にコントロールポイントのキーフレームを必ずチェックを入れてください。チェックをしますと黄色の表示をします。画面が暗いためマスク描画内のマスクを反転を選択します。キーボードを矢印右ボタンで1コマ進めます。そうすると柱の後ろから背景が出てきますので、またそれをポイントをずらして隠していきます。これを何度か繰り返して続けていきます。地味な作業ですが続けていきます。ここからは早送りをしてお届けしていきます。今回は5分ぐらいで完了しました。もうすぐですね。これで完了です。マスクをかけたクリップを選択して後ろのクリップの上に移動させます。赤い線を隠すためにここを選択します。そうすると映像が見やすくなります。左側にぼかしがありますので、右側も同じようにぼかしを出していこうと思っております。インスペクターのマスク描画からぼかしと、減衰という項目がありますので、まずはぼかしの方から調整していきます。マイナスにしたりプラスにしたりして自分の好みに合うように調整していきます。いい感じにぼかすことができました。
次は減衰を調整してみましょう。微調整をして自分の好きなような具合に合わせていきます。それでは出来上がった作品を見てみましょう。いかがだったでしょうか。基本ができると応用としてこんな映像やこちらの映像、こんな映像まで制作が可能です。皆さんぜひチャレンジしてみてくださいね。今回の動画が良かった方は高評価ボタンを、またこのようなチュートリアルを制作しようと思っておりますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。